騒ぎを起こしたくはない。即戦即決といこう。ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。同点元気超無一角。同点元気超無一角。ルールは破るためにある。リュウ、おやすみ。いや、うちのとっておきを食らえ。同点元気超無一角。おやすみ。同点元気超無一角。ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。迷っている暇はない。同点元気超無一角。おやすみ。ルールは破るためにある。同点元気超無一角。うちのとっておきを食らえ。
騒ぎを起こしたくはない。迷っている暇はない。争いに意味はない。迷っている暇はない。
まだだな。逃がさない。同天元気超無一角っ。ルールは破るためにある。やっ、おやすみ。ほんの気持ちよ、気にしないで。同天元気超無一角。おやすみ。逃がさない。ルールは破るためにある。今日の所持もアーカイブに記録する予定だ。
よし。よし。あ、忘却の庭に。対処法を考えよう。これ。後悔しても遅い。なかなかやるじゃん。
悪い子ね。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。助かった。逃がさない。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。争いに意味はない。生死虚実、一同天元家超無一角。ついてないね。お注射の時間お休み。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。リュウ、悪い子ね。ルールは破るためにある。お注射の時間よ。お薬の時間よ。殴ったね。痛くも痒くもない。悪い子ね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。助かった。争いに意味はない。逃がさない。生死虚実、移動天元家超無一角。お注射の時間よ。お休み。殴ったね。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。後悔しても遅い。即戦即決といこう。はっ。悪い子ね。騒ぎを起こしたくはない。始めるか。お注射の時間よ。お休み。逃がさない。生死虚実、同天元家超無一角。
まだ早いし、どこか行こうか。おう、トモイ。了解です。食べ物や飲み物はたくさん用意して。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。 いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り、何度か戦闘もありましたが、おおむね対処できました。下層部。そう、わかったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ統領。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。お母様、お母様はずっと前から性格の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる対価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから、恐れながら私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。傲慢、無知、失望したぞ、ブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりします。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか。分かったわ。いつかこの日が来るとは思っていた。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。はっ、覚悟ならできております、お母様。ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。来た。ここへ来て。いいよ。サンポがいないわ。
よ。次の話題に移ろう。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方。散歩ったら、自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に頼りにならないやつ。白状なやつ。でも貯炭鉱はど。俺は先にセーバルランドゥを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍官だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら、俺たちは飛んで火にいる夏の虫になる。じゃあ炭鉱の言う通りに、先にカラクリ工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今は指名手配されている身だからな。どうしたのゼール。何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。今目に映る全ては記憶にない見知らぬ光景。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。長すぎるのよ。何でもないわ。行きましょう。見張りのシルバーメインがたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか。正当な金撃会って聞いたことあるか？私のところまで来たのならもう安全だよ。このからくり工房は防音だし、普段は誰も来ないから。それで一体何の罪を犯したんだ？前線からシルバーメインを撤退させてまであんたたちを探してる。上層部のみんなも怖がってるよ。うちらは。待て、美月。ブローニャから聞いたんだ、お前を完全に信頼していいと。なんだそれ。ブローニャを強調して自分たちはまだ私のことを信頼してないと言いたいわけ？まあ警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ、私なんかが係屋に話しかけられるわけないから。私を喧騒者から追い出したのが彼女だから、今さら近づく理由もないし、喧騒者が確実な証拠を示さない限り私はあんたたちが罪人だとは思わない。それに私の喧騒者に対する理解からすると、本当に証拠があるならとっくに示してるだろうね。もう見慣れたやり方さ。係屋はね、いつもこうなんだ。先にみんなをバタバタさせる。だってバタバタし始めると細かく考えられる人はそういないからね。詳しいも何も昔は親友だったんだ。当然それもあいつが大守護者になる前の話だけど、今の私はこのからくり工房でポンコツを直して
音楽をやって自由に生きてる。まあ、あんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。行方不明になったブローニャが私を訪ねろって言ったのはきっと用事があるからでしょ。信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど私の勘が教えてる。あんたたちは悪いやつじゃないって私の勘はよく当たるから。講談ならうち得意だ。あまり大げさに言わないといい。だからブローニャの情報がないわけだ。そんなことがあったんだね。仮想部か。封鎖されてから人が上がってくることはほとんどなかった。そんな風になってるとは。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話作りたくても作れないだろうし。それにゼーレちゃんがその証拠になる。正確ね私を訪ねてきた理由が分かった気がするよ。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が性格を研究することだったんだ。喧騒者じゃなくなったのにまたこの言葉を聞くことになるとはいいよ、知ってることを全部教える。ベロブルグで性格の存在を知ってる人間は少ない。存在を知っていてもそれを劣化や寒波の根源に結びつけて考えることはない。でもそのロボットスバローグのメモリーデータによれば喧騒者たちはずっと前から真実にたどり着いてた。ただ研究結果はわざと隠され外部に知られないようになっていたと。私の運が悪かったんだ。あれほどあるテーマからわざわざ性格を選んでしまった。どうやら性格の真実に触れようとした人間は誰でも追放されたり処理されたりするらしいね。もしかしたら私は係屋に感謝するべきかもしれない。彼女は私を追い出しただけだったから。もっと大変だけど後が楽になる方法もあったのに。私は性格と劣化の関係を割り出し真実にかなり近づいていた。免職になる前私はちょうど性格の現場実測を申請していた。あれは私のテーマだったけど一度も実物を見たことはなかったんだ。全ての研究が歴史資料と実験室に作られた疑似条件に基づいて行われていた。初歩的な研究報告と申請を出してからすぐ私の処分が下された。誰かが研究を続けてほしくなかったのは明らかだよ。
カカリア、私たちはもう何年も話をしてない。かつて私と彼女はいい友人で何でも話し合う仲だった。でも大守護者の座についてから彼女は完全に変わってしまった。かつての信念、それからあの情熱、まるで何らかの力によって肉体から引き抜かれたようだった。彼女は自ら私を追放する命令を下した。私には会おうともしなかった。その後の彼女の行為はよくわからない。とっくの昔に普通の理屈で彼女を推し量るのは諦めたんだ。時々私が彼女は実は全くの別人じゃないかと疑ってしまう。こんな可能性はない？もしかしたら守護者は代々受け継がれる意識で本当のカカリアはもう消えてしまったとか。代々の大守護者があの理解しがたい意思決定と彼女を駆り立てているとか。わからない。この考えで一曲書いてもいいかもしれないね。ジェパード？絶対ダメだよ。あいつはとてもまっすぐだけど融通が効かないことで有名だから。弟は命令を何よりも重要に思っている。あんたがブローニャの手紙を盾にしてもあいつはブレない。あいつと話すにはコツがいるんだ。説得するなら私が出ることになる。ただ今はまだいい作戦を思いついていない。知ってるよ。直接見たことはないけど疑似実験と観測でおおよその位置はつかんだ。観測結果によれば性格はベロブログの北に位置するあの広い雪原のどこかだよ。俺たちは必ず性格を見つけなければならない。早ければ早いほどいい。それもできればカカリアが行動する前にだ。方向を教えてくれないか？問題ないよ。ちょうどそうしようと思っていた。でもあの道は口で言うほど簡単に進めるものじゃない。ベロブルグの北はほとんど劣化に飲み込まれている。北部の雪原に向かうにはシルバーメインの前線の禁止区域禁区を抜ける必要がある。シルバーメインの禁区を無事に抜けられてもその先には大きな劣化が待ち構えている。そう、シルバーメイン主力部隊の屯所だよ。彼らはそこで軍を編成し劣界の侵入に対抗している。どうやらうちら3人とゼーレじゃ足りない感じだね。地下に戻って地縁に合流してもらうようにお願いする。時間が許してくれないだろう。そんなに悲観しなくても大丈夫。研究員時代によく北部をうろついていたから前線の兵士たちとはかなり親しいんだ。かたくなに攻めるのがダメなら賢くやった方がいい。こうしよう、私があんたたちを連れていく。どう？本当？最高じゃん。詳しい人の道案内があるだけで一安心だね。私も直接性格を見たいからね。あれは私が10年以上取り組んできたテーマだ。人生に全部で何回10年間があると思う？これで決まりだね。善は急げ。準備ができたら出発しよう。
弟が今日来るって言ってた。あんたたちはどこかに隠れてて、私が対応するから。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってたよ。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後で前線に戻るつもりだ。これは前にも言っただろう。あ、もうそうだね。確かにそうだった。姉さん、様子がおかしいが何かあったのか。え、いや大丈夫。どうしてそう思うんだ。いつもは僕の名前を呼ばないだろう。ああ、あんたはずっとみんなの前で私が弟と呼ぶのを嫌ってたじゃない。私もそうだなって思って。普段はやっぱり名前で呼んだ方がいい。そうでしょ弟。好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事できたんだ。砦の装置が故障した。舞台の技師じゃ手に負えない。姉さんに見てもらう必要がある。何の思考が凝り固まったやつらじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。はあ、何か大事かと思ったじゃない。ここに置いといて、私が直すから。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、町で突然戒厳令が敷かれたのは何かが起きたから。それは僕が受けた命令は外部には漏らせない。じいちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さんには言えないってわけ。やめてくれ。わかった、僕が言わなくてもどうせペラシカンが教えるだろう。昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。誰にも声をかけずに。第守護者様は以前の3人の侵入者が列海に落ちたのではなく、ブローニャ様の後を追って行政区に戻ったの。なるほどね。わからない、彼女はクリフォト城を離れていない。第守護者様はただ彼女が帰ってきたとだけ、他には何も言っていないんだ。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの仕事量は倍増して、外出もままならないんだ。ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああ、そうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定水筒をここに置いていたな。持っていくよ。待って。どうしたんだ姉さん。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。理由がおかしいことはともかくとして、本当に部屋の…してない。あんたってやつは…もういい。な、ちょっと待って、その侵入者たちってただ聞く…喧騒者を陥れ。私を処分した理由と大差ないんだね。そんなことを言うな姉さん。姉さんが大守護者様に…またしから…時間があれば行こう。出てきていいよ、もう安全なはず。本当に心臓が飛び出るかと思ったんだから。ブローニャが危ない、ダメよ、彼女を助けに行かなきゃ。私たちだけでクリフォト城に乗り込むつもり？その考えは諦めて。ゼーレちゃんがどんなにすごくても、あんたが死にに行くのを黙って見送ることはできない。
安心して、カカリアがブローニャに危害を加えることはない。人の心は変わりやすいけど、少なくとも私はこの点に関しては自信を持ってる。ブローニャも似たような話をしていたわ。本当に理解できない。あんたたちはカカリアに反抗しながらも、ある面では彼女を信じている。さっき言ってたでしょ。ほら、シルバーメインの金庫に行こう。ブローニャ、彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？仲がいいほどではないわ。彼女と約束したの。安心して、彼女は私が知ってる中で最も強い女の子だよ。ええ、それは私もよく知ってるわ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。超厳重な警備、忍び込むのは無理そうだね。セーバル、今こそ知恵で出し抜く時だよ。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんとついてきて、バレないようにね。ここから先は軍事エリ…待て、あなたは…え？いや、フランツじゃない。それは答え…その…こんな…弟から禁区のエネルギーパイプが故障して、この人たちは私…その…これは技術部門の問題…いえ、ジェパード自衛官のお姉さん…わかりました。これは臨時の…ありがとう、フランツ。やめてください。ジェパード長官は…そう…お前たちの中に後方部隊は毎日サボってやり過ごす。ここの禁区には危機的状況に陥ったと。だから今日より毎日のトレーニングに。はい、長官。ほら、簡単だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。私はジェパードのお姉さんだとに。真ん中にあるあの機関、そうだね、おそらく雪や氷、あの桟橋の向こうにあるのが。さらに北部に向かいたいのなら、
私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作戦に参加したく。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？機械ブームがまた新曲を出す。もち機械ブームをそんなに。このじゃあ他のを探してみよう。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。ランブー家は代々軍人なんだ。多くが若くして亡くなっていて、兄弟姉妹に残す時間はあまりなかった。だから誰もが自分の人生をしっかりと生きようとしている。ただそれだけ。ダメ。よく考えてみた。前線の警戒期間中は桟橋を渡れない。そうすれば前線。ブローニャが言っていたのはただの憶測だよ。でも前に進もう。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は、機関エネルギー中枢だよ。これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーが、この装置によって賄われているはず。うん。警備が厳重なのもうなずける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目に遭ったのよ。この装置の権限を手に入れられれば、桟橋の端末を操作できる。だから門の周囲に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう。あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。
やあ。お前たちが緊急点検に来た儀式。いや、今のところ全て正常だよ。定期点検をしたいからな。ダメだ。護衛。大守護者様が来て。大守護。やば、この人。さっき暗号キーって。ダン隊長は今休憩中だ。お、ダン。ダン？古い知り合いなんだ。彼は話がわかる人だから、私が説得してみせる。マリックは来週異動になるそうだ。本当なのか、ま、何か大きなことが起きる気が。どこに異動でもいいが、前線だけはこ、しっかりするんだ。やあダン、久しぶり。あんた護衛隊長。セーバル。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を。みんな、彼は私の。はじめまして。なあ、こんに。なんか変な。サッカレー、お前なんと。お、報告します。みっともない来客の前。大丈夫だよダン、今のキーボードも悪くはないんだけど。昔のことだセーバル。俺はもう久しく鍵盤に。少しよそよそしい物言いだったな。パイプは全て点検したけど問題はなく。あそこの衛兵から聞いたんだけど。どうしたのダン。すまないセーバル。ん？ああ、それは。じゃあもう一つ。今朝ジェパード長官はさっき。え？待って待って、もう戻ってきてるんだ。セーバル、連れてきた者たちもこ。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺。セーバル、お前は先に戻るんだ。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで。この件はベロブルグに関係する。セーバル、かつて俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。下手に動くな。やっ、即戦即決といこう。逃がさない。痛くもかゆくもない。行くぞ。絶対に引かん。お注射の時間よ。助かった。騒ぎを起こしたくはない。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。始めるか。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。この機会を逃すな。生死虚実、一同天元家、聖武一角。いや、おやすみ。争いに意味はない。ついてないね。逃がさない。ついてこい。
戦即決といこう。殴ったね。ルールは破るためにある。次は誰だ。悪い子よ。お薬の時間よ。安心しろ。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。おやすみ。セバルだ。ただ一時的に気を失っただけだ。頑固なやつ。でも見つけた。これが暗号キーだ。今気づかれた。これは敵襲警報。後方エリア全体の ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足が。行こう。エネルギー中枢のところ。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たすだよ、ゼーレちゃん。機械の桟橋が起動する。なかなかやるじゃね。いや、争いに意味はない。始めるか。騒ぎを起こしたくはない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。後悔しても遅い。争いに意味はない。即戦即決といこう。お注射の時間よ。お薬の時間よ。ありがとう。この機会を逃すな。うちの出番。リュウ、逃がさない。よし。始めるか。いや。ありがとう。即戦即決。おやすみ。騒ぎを起こしたくはない。悪い子ね。
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。誰だ？争いに意味はない。迷っている暇はない。この機会を逃すな。リュウ、お注射の時間よ。ほんの気持ちよ、気にしないで。安心しろ。随分待つのね。騒ぎを起こしたくはない。お注射のお休み。始めるか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。この機会を逃すな。うち、中根。痛くも痒くもない。争いに意味はない。即戦。ついてないね。おやすみ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。時間をちょうだい。誰がこの緊急消防拡散システムダンスフロアロックンロールモード、誰が機関桟橋制御端末。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セーバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの。一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。気をつけて。他に道はない。下手に動くな。始めるか。リュウ、間に合ったよね。ほんの気持ちよ、気にしないで。安心しろ。おやすみ。行くよ。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。
お注射の時間よ。助かった。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらい。ルールは破るためにある。争いに意味はない。うちの出番。悪い子ね。お薬の時間よ。安心しろ。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年の間なり、同天元気、聖武一角。注射の時間よ。お薬の時間よ。安心しろ。うちの出番。悪い子ね。たまには真面目にうちのとっておきをくらい。おやすみ。騒ぎを起こしたくはない。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。即戦即決といこう。生死虚実、一年の同天元気、聖武一角。うちなかなかやるじゃん。始めるか。龍。殴ったね。お注射の時間よ。ルールは破るためにある。生死虚実、一年同天元気、聖武一角。悪い子ね。おやすみ。即戦即決といこう。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。お注射の時間。始めるか。逃がさない。ついてないね。争いに意味はない。悪い子ね。お薬の時間よ。ありがとう。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらい。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年の間なり、同天元気、聖武一角。はっ。
と少しだ、あと少しだ、あと少しだ、あと少しだ。エネルギー供給回復 40%。 いや、よし進もう、前線に向かおう。大丈夫なのか、弟もそこにいるんだろう。多分ね、鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか。自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セーバル。それはもちろん、お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかったけど、今は。姉さん、本当…待って、ジェパード。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと。姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに。ごめん弟、私…数分間だけちょうだい。もういい、セーバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員だが、姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。あんたはどうして私がここにいるか分かる？それが本当ならどうして大守護者様に報告しない？あんたには分からない。私たちが真実に近づくのを。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。聞いて、チェパード、烈海の誕生と性格のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜なシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。烈海のモンスターはいつ襲ってくる。禁忌は真実が隠されているから。カカリアは私がそれらの知識を知ること。もういい、私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。
その説明は裁判官の前でしてくれ。今これは子供の頃のお遊びじゃない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね。はあ、交渉しようと。平気よ。揺らぐことなし。下手に動くな。即戦即決といこう。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。眠るといいわ。かゆくもない。殴ったね。指示を聞け。恐れることはない。逃がさない。騒ぎを起こしたくはない。お注射の時間よ。痛くもかゆく。殴ったね。これで終わりだ。うちの出番。姉さん、本当に姉さんだったのか。無駄な抵抗だ。下手に動くな。始めるか。うちに出くわすなんてついてないね。いや、薬を飲みましょう。安心しろ。集中しろ。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。栄光の加護。即戦即決といこう。ないね。悪い子ね。ルールは破るためにある。お注射の時間よ。おやすみ。逃がさない。生死拒絶。一年の学び。同点元気勝負一角。殴ったね。孫悟の名のもとに。うちなかなかやるじゃん。龍。悪い子ね。たまには真面目に行こっ。うちのとっておきを食らえ。随分待つのね。助かった。逃がさない。始めるか。お注射の時間。平気よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。逃がさない。あっち行って。即戦即決といこう。うちの出番。ルールは破るためにある。悪い子ね。たまには真面目に行こっか。
うちのとっておきをくらえ。おやすみ。集中しろ。恐れることはない。始めるか。うちなかなかやるじゃん。お薬の時間よ。いや、平気よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。揺らぐことなし。即戦即決といこう。指示を聞け。栄光の神。ルールは破るためにある。ことが頑固だからね。討論だろ。もういいでしょ。ジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからな。そうだよ。うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは損誤なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだからそろそろ柔軟性を身につけない？たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな？だったら少なくともブローニャは信じられるでしょ。ブローニャ様。言うべきことは全部言ったからね。弟よ、何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの受衛官で、大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だが、ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の牽送者の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。
烈海のモンスターとの戦いは、拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため、嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリフォトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ、保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら、完全に侵食された烈海を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。キンクの門が開けば、向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。だが、君たちが前線を突破した後は、覚悟はいいか？わかった。ブッシルバーメイン！こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。後悔しても遅い。騒ぎを起こしたくはない。真面目に行こっか。
うちのとっておきを食らえ。注射の時間よ。お休み。即戦即決といこう。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。この機会を逃すな。間に合ったよ。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕は。お姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼーレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから、これは私の責任。それに私が手伝わないと次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた性格が目と鼻の先にあるんだから。でも私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るの忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。烈海の活動が活発になっている。ヤリーロ6に何か変化が起きている。俺たちは動かなくていいのか、姫。3人を信じましょう。これは彼にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの三人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の部隊に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？
外縁通路が受けた侵食とここ。あんたもそう思う？なんかセーバルは性格はベロブルグ北部。ここ嫌な。今の俺たちにはだが悲観する必要はない。気をつけろ。不用意に劣界の中のものに触れるな。これは…そうよ、あれってブローニャじゃん。いや、あれは…じゃあ、二人どうやら、二人…ちょうどいいじゃん。ここがどのような場所？700年前、ここは今となっては。だが、お母様、そして私、天涯から新たに約束が果たされたら。この装置、そうだ、さっきの。俺は劣界深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが、他に方法はない。父に陥れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも冒険精神に妥協する時があるんだ。どう？装置は反応した？でも門はちっとも動いてないね。他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。ほら、あっち、次の。私にも見えた。これで万全だ。騒ぎを起こしたくはない。即戦即決と行こう。手の施しようがないわね。おやすみ。まだまだだな。過ぎ去ったことは重要ではない。これで万全だ。争いに意味はない。始めるか。うちなかなかやるじゃん。ビュン、殴ったね。お注射の時間よ。こいつ逃がさない。
悪い子ね。おやすみ。殴ったね。後悔しても遅い。即戦即決と行こう。あのモンスターエネルギー中枢を守ってるみたい。そのようだ。妙だな。劣界のモンスターは人造物を破壊するはずだが。装置はスイッチがない。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。リベットタウンは劣界から伸びた一本の触角に過ぎない。俺たちが今から行こうとしているのはその心臓部だ。始めるか。うちの出番。手の施しようがないわね。おやすみ。後悔しても遅い。即戦即決と行こう。ついてないね。前者来たらずか。
これで万全だ。よっ。争いに意味はない。必要がないわ。おやすみ。あっち行って。過ぎ去ったことは重要ではない。お前に一つ聞きたいことがある。前に言っていた夢のことをまだ覚えているか。今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか試してみてほしい。これは俺の推測だが、お前が聞いた声は性格が何らかの方法でカカリアに、お前にもそれが聞こえるのは恐れ、え、それってこれまで性格を体内に宿した人間はいな。じゃあ何？そうだ、炭鉱の推測なら十中八どうせ後戻りはできないんだし、ブローニャを助けてカカリアをぼ、これで万全だ。やっ、騒ぎを起こしたくはない。やっ、即戦即決といこう。この機会を逃す。これも、そうだ、どうやらこの、
成功だね。すっごく大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。ブローネに近づいたわね。早く行くわよ。別世界だね。あそこのまた見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば、どんな化け物かなんて。これで万全だ。救い、下手に動くな。迷っている暇はない。即戦即決といこう。痛くもかゆくもない。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。悪い子ね。おやすみ。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。始めるか。うちなかなかやるじゃん。落ちる。逃がさない。息を止めなさい。争いに意味はない。罪深く。即戦即決といこう。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。おやすみ。絶対に許さない。痛くも痒くもない。騒ぎを起こしたくはない。うちなかなかやるじゃん。お注射の時間よ。お薬の時間よ。いや、逃がさない。争いに意味はない。始めるか。うちの出番。懲罰。勇気を。裁きを。間に合ったよね。ほんの気持ちよ。気にしないで。見境なしに。見て、ブロ。おそらく。旅をしている甲斐がある。
よ。やっ、即戦即決といこう。うち、なかなか。騒ぎを起こしたくはない。間に合ったよ。ほんの気持ちよ、気にしないで。ありがとう。た始めるか。争いに意味はない。この機会を逃すな。うち、なかなかね。こいつ、おやすみ。即戦即決といこう。手の施し。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。やっ、始めるか。うち、なかなかやるじゃん。お注射もお休み。平気よ。過ぎ去ったことは重要ではない。旅をしている甲斐がある。あと少しだ。迷っている暇はない。やっ、即戦即決といこう。うち、なかなかやるぜ。悪い子ね。始めるか。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
と少しだ、あと少しだ。決と行こう。次は誰だ。うち、なかなかやるじゃん。この機会を逃すな。痒くもない。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。ありがとう。悪い子ね。おやすみ。うちのとっておきをくらえ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。またあの女の影。今回なんかこれまでの残影とちょっと違う。侵入者。今もしかして喋った。どれだけ見た目が似ていても烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。うちがいるんだから負けないよ。おやすみ。かゆくもない。注射の時間よ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。いや貫け。殴ったね。生死虚実、一年の同天元気、聖武一角。あ、ルールは破るためにある。
感じ。